相鉄バスの朝日10系統は横浜駅西口から和田町、西谷駅前、鶴ヶ峰駅、朝日台を経由して横浜動物園に至る路線と、鶴ヶ峰駅から横浜動物園北門に至る路線です。横浜駅西口発着の路線は鶴ヶ峰駅、朝日台と2回の終点折り返しがあります。この路線の歴史については動画の後半でご紹介します。動画の前半では路線のハイライトを走行シーンを中心にお届けします。ナレーションは次のセクションまで入りませんので、飽きてきたら次のセクションにお越しください。
からね、急がなくていいからゆっくり。
ここからは相鉄バス朝日10系統の歴史です。58年4月には現在の朝日11系統となる鶴ヶ峰駅から大池経由で中山駅までの路線が開通します。当時はまだ光が丘の開発は行われていませんでした。62年4月には現在の朝日10系統となる横浜駅西口から大池までの路線が開通します。当時から国道16号の渋滞が激しかったようで、71年10月には相鉄は現在の旭区役所脇の駐車場となっている場所にバスターミナルを設け、光が丘、大池、中山駅への路線へのターミナルとしています。71年11月には現在の朝日12系統となる鶴ヶ峰駅から朝日台までの路線が開通しています。91年9月には横浜市によって点在していたバスターミナルをまとめるために建設されていた現在の鶴ヶ峰駅のバスターミナルが完成します。99年4月には横浜動物園ズーラシアがオープンし、朝日10系統はその終点を大池から横浜動物園まで延伸しています。15年4月には横浜駅西口発着の一部路線を朝日台経由とし、鶴ヶ峰駅発着の路線は横浜動物園北門まで延伸しています。そして21年4月には朝日台を経由しない横浜駅西口発着の便を廃止して現在に至ります。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。